こんにちは、ベビチューブのリンです。今回は私の子供3人目が生後9ヶ月の時に完全母乳の状態で保育園に入園した時のお話をしたいと思います。うちの子供は生後9ヶ月の時に9ヶ月成り立てですね、その状態で4月入園という形で保育園に入園しました。まずは入園する前の準備の段階からお話ししたいと思います。保育園に入園の説明を聞きに行ったりだとか、見学に行った時にうちの子供がミルクを拒否というか、全く飲まない状態で母乳だけで育てています、離乳食を食べさせていますみたいな流れの話を説明しました。でその時に一応うちでは大丈夫ですというふうに園側から説明がありまして、ただやっぱり心配なのでミルクが飲めるようにお家でも練習してみてくださいというお話がありました。哺乳瓶は家にあったので、一応哺乳瓶でミルクを飲ませてみたり母乳を瓶の中に入れて飲ませてみたりしたんですが、もう哺乳瓶を近づけても全く口を開けなかったりとか、口を開けて一回パクってしてもベッド下でうまく吐き出してしまったりとか、もう9ヶ月なので結構意思がしっかりしていたので、もう本当拒否ですみたいな感じでミルクを飲むこと、また哺乳瓶を使って母乳を飲むことがありませんでした。で、私はその段階であまり焦ってはおらず、なぜかというと背景がありまして、その子が3人目だったからっていうのと、9ヶ月なので離乳食は徐々に進んでいて2回食でもう少しで1歳になるくらいなので、なんとかなるかなっていうふうに楽観的に考えていました。いざ4月入園したという時に、最初の慣らし保育が 2,3 時間からだったので、その時は全くミルクを飲まなくても問題はなく帰ってくるっていう状態が続きました。でその慣らし保育 2,3 時間が慣れて、最初の午前中のお昼寝をしてから帰りましょう、給食を食べる前に帰りましょうというふうに徐々に慣らし保育が伸びていくんですが、そうすると見えてくるのが、親この子全くミルク飲まないぞという状況です。で結構私も保育士さんもどうしようかっていうふうに困ってまして、保育士さんからの提案でコップで飲ませてもいいですかというふうに言われまして、コップを準備して保育園に一緒に持っていきました。そうするとコップだと普通にごくごく飲んだよっていうふうに教えてもらって、それからはコップでミルクを飲むようになりました。ただその慣らし保育が終わった段階でもう9ヶ月も後半10ヶ月に近づいてきたので、栄養のメインはやっぱりお昼の給食があるのでそれを食べたりとか、やっぱりおやつが午前中と午後とあるんですが、やっぱりおやつといっても保育園なので補食というような内容が多く、例えばおにぎりだったり雑炊だったりとかパンとか軽食みたいな感じのものがよく出ていたようです。それもうちの子供は割と食べていた方なので、そこまで心配しなくてもいいのかなという形で進んでいきました。で入園から 2,3 ヶ月経った時に1歳になったんですが、それからはもう牛乳が飲めるので牛乳にシフトチェンジしますというふうなお知らせがありまして、温めた牛乳をコップで飲むという流れに徐々に変わっていきました。保育園との連携は連絡帳もあるんですが、慣らし保育の時は本当に担任の先生と1対1で結構しっかり話す時間を持てたので、その時にこちら側からの疑問や心配事、あと保育士さんから、今日一日の流れだったりこういったことはお家でしていませんかっていうようなお家での様子を聞いたりと、結構密に話すことが多かったです。密の連携が取れてたからこそ、これがダメだったら次これを試してみようかっていう風に臨機応変に割と対応してくれていたような感じがします。最初のうちは私も初めての保育園だったので、この保育園ってどんな決まりがあるんだろうっていう風に結構先入観を持って見てしまっていたんですが、心配なこととかちょっと我が子がちょっと他の子と違う道になっちゃうかなと思いつつ、ちょっと相談してみたりとか、気になることはやっぱりこちらから投げかけて相談することで個別に対応してくれることもありましたし、無理な時はきちんと理由を説明してくれて他の方法で対処してくれたりっていうことがありましたので、もし今母乳のみの生活、母乳プラス離乳食の生活でミルクが飲めないけど保育園入園どうしようっていう風に悩んでいるママさんがいれば、ぜひ入園希望している園に問い合わせをしてみたり相談してみたりしてはいかがでしょうか。この動画が少しでもお役に立てると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。